ィギュアを始めたきっかけは5歳の時、すでにスケート教室に通っていたお姉さんの影響でした。お姉ちゃんの方がスイスイ滑ってて、お姉ちゃんのように滑りたいみたいな、それだけみたいな感じだったんですけど、しかし全然楽しくなくって、そんなリカさんを変えたある出来事、それが小学校の卒業文集に書かれていました。 NHK 杯の花束ガールというものに呼ばれた。12歳の時、 NHK 杯がたまたま地元関西で行われたため、花束ガールの一人として選ばれたのです。将来私はその場所で花束をたくさんもらえる選手になる。5歳で飛び箱を8段に飛び、片手側転もできるなど、もともと運動神経抜群だったリカさん。それからトップを目指し、フィギュア付けの日々。本当にもう勉強とスケートと寝るっていう時間で、練習場行って、ケアに行って、トレーニング行って、バレー行ってて、もう走り回ってて、もう本当に24時間きっちきちっていう。